よっと。
どきなさい。姉さん厳しい。ここはイエロ社の辺境なんだよ。ここで発砲するようなやつは何をしたって不思議じゃないんだから。群れから離れた獣が食い物欲しさに別の人間に尻尾を振ったということです。まあそれは置いといて、ちゃちゃっとやること片付けちゃおう。レディース&ジェルメン。ようこそデスの魔法の世界へ。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。この件はもう確定しています。大吉、装填中です。すぐに終わります。戦場は私の手のひらで言う。大吉、本日のラッキーさんは君だ。装填中です。操作方法はよく覚えてます。全員命に別状はないみたいだね。まあしばらくは動けないだろうけど。彼らの OQ ビーコンを起動して後方支援の回収を頼みましょう。姉さん、私たちのルートには後方支援いないよ。輸送船、こんなところで座礁してるなんて辺境では珍しい光景に事欠きませんね。そこに人が住んでるってのが余計に面白いね。傭兵に犯罪者、密輸業者、情報屋、ひょっとしたら私たちを襲った犯人もこの船に隠れてるかもしれないね。ようこそデスの魔法の世界へ。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。大吉、恐れるほどではありません。装填中です。君だ。
この件はもう確定しています。わあ、マジか。他に誰かいないの？補給が来たよ。聖セール天、星が移り万物に祝福あり。ミッション開始。分析。テス、車のドアを開けてください。護衛対象を確認します。それはいいんだけど、あれって普段は安定してるけど、低温環境にさらすのは、まあ、まずいんだよね。私に嘘は通用しません。視線が泳いでいますし、呼吸が少々荒くなりましたね。あのさ、姉さん。悪いけど、もうこれ以上聞かないで。通信が回復したら、分析員から説明があるはずだからさ。油断禁物だ。油断禁物です。私の手のひらの上で目標達成。演習通りです。